チャオこんにちは <laughs> 今日は短く、えー、見てた方からいただいた、何ですかね、何て言うんですか、書き込みに触れて、一つ短いお喋りをしたいです。えー、先生が教えているところでとても教え方がいいビデオを見て、その方は、先生がいくら教えても99%の生徒はそれを受け付けない。 先生のことを信じてそれをやれば本当にうまくなるのにって言って嘆いてらっしゃいます。ラメントですね。嘆き。その通りです。先生が教えてそれをまあ5回10回20回と自分に身につければ本当にうまくなるのに多くの生徒はまあ12回でその先生に習ったという思い出だけで実はうまくなりません。 留学1年、2年、3年しても、思い出はあっても、声がそんなによく変わったという人は、一体何人に一人、何十人に一人いるでしょうか。私の知っている限り、留学は思い出になっても、悪いけど失敗留学じゃなかったのって思う方いらっしゃいます。留学しないでも日本にいるだけでうまい人もいます。まあ、留学すると、経験がね、ノスタルジーとして、 ドイツは良かったハンガリーは良かったイタリアは良かったって思い出が残るのはそれはね日本にいるだけとは違いますだけど海外に行ったら本当ににくななるかとといいうとそれはは保証でできないんですね海外に行ってうまくなる人は日本にいた時からうまい人そん <laughs> なこと言っちゃいけないけど海外に行って先生になってポーンと目が開けてもう180度の展開そういうことはあんまりないかもしれません なぜかとということをお話し,します先生にものを習うということはなぜかじゃ特に日本人の場合をお話し,しますねある日本の麗しい習い事それを先生のそばで習っていた人がいます何年にもわたって毎月いっぺん習ってたんです先生が一生懸命教えましたそれで20年も 25年も習ってたでしょう。さてその先生が亡くなりました。先生の後継ぎの息子さんだと思いますけどまあ先生のやり方は覚えてたお父さんのやり方を覚えてたけど一体お弟子さんたちにはどのように伝わったんだろうかと言って一番弟子のもとに行って実は習いたいと言ったらちょっと困った顔をされたと。 と言いながらその一番弟子の人は「困ったこんなことならもっとちゃんと習っておけばよかった」と言ってしまったそうです。え !20 年も習っていてこんなことなら先生の息子に教えるならもっと真面目に習っておけばよかったこれが日本の習い方です。全部と言わないけど皮肉な面を本当に表しています。 笑っちゃいけない悲しいけど笑いたいような話です。実は日本というのはそうね生徒が独り立ちすることはないんです。一生先生に頭が上がらずまあ先生から別れてそのフィリアでなんていうんですか流派の中で下のクラスを受け持ったりするという感じ。 これは日本の音楽でもいろいろな習い事でもそうだと思いますよ。一人の先生にほぼ一生つくんです。ほぼ一生 <coughs>。どういうことでしょう。ここに言葉の本がありますけど、私の姉も英会話をある時期習っていました。で、そこで、初めまして今回初めて英会話なんですってったら、 そこにみんな主婦の方々がいてね先輩主婦がいて「私なんかね7年これ習ってるのよ」って言ったらその手の人は「うんうん私は12年習ってるの」。姉は不器用になったそうです。プ <laughs> ちょっと待って英会話を7年12年習うことが意味があるんですか?」。その人たたちは英語をしゃべりいいんじゃないんじなですよ。 習いごとに行ってるという空間と時間を持ちたいんで日本のように永久に一人立ちはできない生まれ変わってきても英語はしゃべれない英語を習い続けることがちょっと皮肉じゃありませんか英語は半年か1年行って習えばいいでしょうなぜ彼らがしゃべらないで7年12年を自慢しているかというと英カウアが目的なんですよ 英語を使って何かをやりたいというモティーブをモティーフなんていうんですか動機がないんですよ。英会話に通っているのがあの人生の後半の楽しみ。それだと喋れないんです。<laughs> そのようにちょっと皮肉な例を出しましたが、先生の息子さんがどういうふうにお弟子さんに教えしたんだろうって習おうとしたらもう。 真面目にやってけばよかった。20年何だったんだよ。英会話に7年、12年習って英会話でしゃべれない。で、先生あのアメリカ、イギリス人の先生が、その主婦たちに真面目な顔で、How many, how many spare tires do you have? と言ってるんだそうです。お腹さして。あなたは How many spare tires do you have? あなたはお腹に何個のタイヤを。<laughs> 持ってるんですかってそんな失礼なこと言われてギャハハと笑ってるってその学校やめた方がいいよと私は言いましたこのように日本での習い事っていうのは悪いけど最悪先にいかない習うことが目的ですからそれをマスターしようと思ってません日本人は絶対に生徒さんは先生を超えることはありません笑っちゃいけないんですけど そして、まあ、日本で頭角を現す人は誰に習っても上手くなります。で先生としてはね上手くなった生徒を今度は自分に利用しようと思って「あの子は私が教えたの」って言い出すんですよ <laughs> あの。先生も盛りを過ぎたら今度はあの弟子を育てたのは私だって宣伝文句にしちゃうのかよ。お笑いですが それは日本のちょっと皮肉な例そうじゃない例もいっぱいあるんですよ皆さん方教えてくださいでも日本は習い事というとその奥を極めるというかも習い続けていることに意味があるんだ7 years 12 years <laughs> to learn <an> English conversation <laughs> ちょっとそれでは How many spare <laughs> tires do you have」っていうカタカナ英語から逃れられないかもね さて話を移ってじゃあじゃあ日本人はそうかもしれなそういうところ皮肉なとこがあるかもしれない全部じゃないけどじゃあ外国ではどうなのかという本題に入りますここで大事なことがあります私がうん16年か17年前に聞きましたソプラノのグルベアローバというブルガリア人ですか 一世を風舞したコロラトゥーラの、まあ、最後には少し声が重くなって「ノールマ」とか歌いましたけどこれはよくあることですね。っ <laughs> ってもう「ミ」とか「ファ」まで出すコロラトゥーラのグルベローバが自分の先生のことを語っていました。 彼の女が言うに、グルベローバーも多分皆さん知ってらっしゃると思いますが、世界的なコロラ・トゥーラ・ソプラウ。イタリアのコロラ・トゥーラとはちょっと違って、ドイツ圏で持てはらされているコロラ・トゥーラですね。でもやっぱりテクニックはすごくて、とても素晴らしかったわけです。その人が言うには、先生と弟子、生徒の関係というのは非常に稀なものである。 私の先生が言うには自分の一生涯の中で一人か二人ちゃんとした弟子を持てるかどうかっていうことが実は事実なんだということを言いました。僕はうわそうか日本だけがお笑いじゃないんだなと。ヨーロッパでもこんだけ真剣な生徒がいて真剣な先生がいて技術の伝承ができたけれどもそれは 先生の一生の中でも教えビビビッと響き合う弟子は一人会うかどうかなんだ。だからこのことを知らない評論家などはよくうまい歌詞はよく教えうまか自分がうまく歌えた歌詞は実はうまく教えられないんだだから生徒が育たないんだというのを何回も私は読みましたよ日本語でそういう話も聞きました。 あの人はは、まあ、ベニミン・ジーリは上手い歌手だっただからいい弟子が育たないいい弟子というと僕は知っているのはリシャルベーロというカナダ人の甘いテノールですかね他にも何人かいるけども、まあ、世界的には実はなってないわけですよ。それをいううまい歌詞は実は歌詞としては尊敬できるが教える方法がちょっと幼稚だ。 って言っちゃう人はいるんですけど、それは違うでしょう。このグルベローバの話が本当じゃないですか。実はどんな先生でも弟子にちゃんと教えるんだけど、それに開花する弟子は一人か二人しか先生の一緒に現れないという、こういう悲劇があるんですよ。 そうじゃなければみんな先生を超えちゃいますよ。<laughs> 先生何やってんですか僕はこんだけ上手くなりましたよ。先生に教えたいげるかでも先生も別強、あ年取ってるから教えられないでしょうとか,なんか言われちゃいますよね。でもそういう弟子はまず出てこない。ね。そうなんですよ。だから、その、私に書き込みされた人の嘆き。ああ先生が一生懸命教えてるのに99%の弟子は受けない。なんていうことだ。 同じことを私も感じますが、実は悲しいかな、本当のことっていうのは、実は世の中では伝わらないという悲しさがあるんですよ。難しいことってなかなか伝わりにくいということがあります。これを抑えてどうか、皆様もただ頑張るだけではなくて、あの先生の言うことをなるべく効率よく引き取っていただければと思いますけど、歴史的には99、99%の弟子はダメなん だめなんだけれどもそれは99%は音楽家に実は向いてない <laughs> 残り 1%1 パー見る1000人に1人1万人に1人のどっかの若いお弟子さんがプロ奏者となるそんなに音楽家がボンボン100人が100人音楽家が出たらたまらないということがあるのかもしれませんいい音楽家に出てほしいですよだけれどもものを深く教えるっていうことはあのそういうことなのかもしれませんね ということで日本のお笑いの例から実はヨーロッパに行っても海外に行ってもなかなか本当の教えって伝わってないんだよねっていうグル,バル,グルベルオーバーグルベルオーバーのお話をしました。皆さんいかがでしょうか